林映画はピアノ映画とも言われます。そういえば僕の映画の中にはいつもピアノを弾く少女、少年が出てきますね。その極めつきがこのショパンの別れの曲がテーマメロディーとなった寂しんぼ。実はね、このショパンの別れの曲はショパンがつけたわけじゃないんですね。この名前は、これは単なる練習曲だったんです。それがね、シャンソン・ド・アデュー、つまり別れの曲という題名のショパンの電気映画が来たんですね。それを見たのが僕が10代の子供の頃でした。物思う頃だな。電気映画といってもね、ショパンの初恋とその別れを描いた、つまりシャンソン・ド・アデュー、別れの曲ですからね。恋人のコンスタンチアにこの曲を捧げるんですね、ショパンが。そして彼はパリに出て、リストやジョルジュ・サンドというパリのね、社交界の芸術家たちと会って、そして肺病を患って、そこにそのふるさとから恋人が訪ねてくる。もうショパン、愛するショパン、私と一緒にふるさとに帰りましょう。ところがふるさとのポーランド、ワルシャワは革命に入っていて、仲間はみんな銃を持って戦ってる。ショパンは体を壊してるから銃を持つことはできない。そこでパリで義援金集めのためのね、コンサートでこのピアノを弾く、血を吐きながらピアノを弾くんです。そしてその彼を迎えに来た恋人がショパンの部屋のカーテンの陰に隠れてね、ショパンが帰ってきたらもう飛びついて抱きしめて連れて帰ろうと思ってると、ショパンが帰ってきて、僕は国のためにパリに残ってピアノを弾くんだという話を、恩師と話をしているのをカーテンの陰で聞いたコンスタンチアがね、もうショパンは私だけのものではないと言って別れを決意して一人で帰る。その時にそのそばにいた恩師がショパンを促して、この別れの曲を弾きなさいと。恋人はカーテンの陰でそれを聞くというのがラストシーンでね、このまあショパンの初恋と失恋がなんと切なくもかっこいいことか。その頃僕は尾道の活動写真少年でね、こういういい音がしますね。これが僕の活動写真、僕はこれにかかってる、映画館にかかってるのと同じ35ミリのフィルムですよ。それをあのお風呂に入って絵を消して、そこに自分で絵を描いたアニメーションフィルムを作ったりね、父親のあのライカ版のスチールキャメラ、あれも35ミリですからね、あれで一コマずつ撮影してここに入れて上映をしたりして、つまりまあ子供部屋の活動写真師として映画を作っていたわけですからね。そういう少年だから、もう映画館に映画を見るとジョン・ウェンを真似て拳銃の名手になるね。後にマンダムのコマーシャルでチャールズ・ブロンソンに僕は拳銃を教えたぐらいで、馬にも乗れますよ。チャールズ・ブロンソンの代わりに乗ってみせたり、またあの父親のあの傘を壊してフェンシングね、刀にしたり、タップダンスを踏んだり、そのために父親のあの編み上げの靴を穴だらけにしたりね、病を打って、そんなことばっかりしていた少年ですから、なんとかこのショパンを真似してピアノを弾きたい。で、映画館に行ってはね、見るわけ、一生懸命画面をね。で、家に帰ってこんな音になっちゃうの。これは後で知ったんだけど、あの俳優さんというのは正確に鍵盤をしてないんですよね。だから映画館で鍵盤を見て家に帰ってピアノでやってもちゃんとした音が出ないの。だから僕は一生懸命今度は耳で覚えて帰って、うちのピアノでの曲を自分でマスターしていったんですよね。で、ちょうどその頃はまあ物思う頃でね、尾道の山を歩いたり遠くきらめく海を見たりしてると、
自然に心の中に浮かんできたのが寂しん坊という言葉なんです。実は尾道にはね、願坊という言い方があってね、これはまあ多分漢字で書くと頑固な坊や願坊、つまりまあガキ大将かな、男の子はみんな願坊だ、冒険をしろ、好奇心とともに飛べ、少々のいたずらは許してやる、男の子らしく元気にはつらつと生きろという、まあ、そういうもちろん願望でもあったんですけれども、その中学生高校時代、山を歩くとキュンと何か寂しくなる、教室の中で見る少女の横顔がなんとなく思い浮かばれて切なくなる、これは願望じゃないな、なんかこれ寂しいなというね、そういう寂しさに捉えられますよね、10代の頃。それで自然に僕は願望じゃなくて寂しん坊かもしれない、だってショパンの初恋が、あの失恋が大好きだもんっていう思いでね、たくさんたくさんの物語を書きました。絵本も書きました、寂しん坊というね、僕の作り出した言葉で。そしていつかこの寂しん坊という映画を自分の手で作ってみたいなと思いながら過ごしていたのが10代の少年の頃ですよね。そしてそれから8ミリというね、8ミリフィルムという機械が世の中に出て、日本でも発売されて、8ミリで映画を作るようになりました。大林京子さんと知り合って最初に作った絵の中の少女という8ミリフィルムも、ストーリーは寂しん坊だったんですよね。でも寂しん坊はもう少し大事にして作ろうというので、たくさんたくさんシナリオを書きましたね。おそらく寂しん坊という題名のシナリオは10本ぐらい書いたんじゃないかな。その後コマーシャルを撮るようになって、だんだん映画を撮る機会が近づく頃、あの山口百恵ちゃん、14歳の時にまだ無名の彼女に会った時も寂しん坊のヒロインとしてあったんですよね。ハニーレーヌという素敵な少女も寂しん坊だったです。でも映画の実現には至らなかったですね。そして、まあ、僕がハウスを取って、それから1年のまあ日本映画のコマーシャルを取って、その時代が終わって、でもう一遍元の自分のね、個人映画を作ろうと思って尾道に帰って、転校生、時をかける少女、そしてそのことで尾道を愛してくれるファンもたくさん生まれてきた。そのファンたちが尾道の喫茶店に残した、こんなの寄せ書きがもういっぱいありましたけどね、ノートで何十冊も、その中に尾道三部作を見たいっていう言葉がどん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 増えてね、なるほどそうか、転校生、時をかける少女と2本作ったら、もう1本作って3部作かと。でちょうどその頃ね、あの姉妹坂という映画を企画して準備をしていたんですが、制作が1年延びたんです。でスタッフがみんな、あの時間ができちゃったのね。でよし、じゃあ尾道3部作、3作目をやろうっていうので、何も企画がなかったのでね、山中久志さんの転校生の時にもう一冊持っていた、なんだかへんてこという児童読み物、これがひょっとすると寂しん坊になるかなっていうのでね、もう本当に1週間か2週間で企画して、シナリオも、うん、シナリオもね、その頃の相棒の剣持くんはなんだかへんてこの原作を一生懸命シナリオにしてるのね。そして助監督の内藤君、後にあの間抜け先生の監督やってくれましたね、名助監督の彼が、まあ尾道のギャグやそして主人公を造形する部分を書いてる。で僕は実は昔から書き溜めてきた寂しん坊を一生懸命とほぐしていて、そしてえいやっとそれを合体してね、一晩で僕が最終的に書き上げたのがこの寂しん坊。いやー、この表紙をね、自分でこう
書いてる時楽しかったですよ。この表紙の文字って例えば、これは僕がやっぱり映画にしたい、これをライフワークでね、花形見という、これも少年と少女の純潔の物語で、実は寂しん坊の一つの候補でもあるんですが、この文字と似てますよね。思いがこもってるんだね、寂しん坊。しかもこれは僕が生み出した言葉ですから、本当に愛情がこもってたな。でちょうど富田靖子君が時間が空いてるというのでね、彼女が突然僕の寂しん坊として、実現をするわけです。そしてその時寂しん坊を思いついた、あの別れの曲をこの映画の主題曲にしようと、まあ、いうふうに、即座に決めましてね。さあそれでですよ、今度はその尾身利典や富田靖子君の演奏シーンを見た若いファンが家に帰ってちゃんと弾いてもらいたいから、僕は俳優さんたちに音は差し替えてもいいからちゃんと弾いてほしいと、少なくとも鍵盤だけはちゃんと間違えないで弾いてほしいと。富田靖子君の謎はもう訓練をして本当に弾いちゃいましたからね。これはもう後の僕のね、二人の石田ひかりのシューマンのノベレッテにしろ、峰岸徹君は生涯に一作だけ自分のピアノ曲を弾くことができますよね。これもまあ彼が主演をした人目の中の訪問者でピアニストをやりましたからね。それもちゃんと鍵盤を弾いてほしいという願いで、まあ、僕の映画ではいつもそうやってみんなちゃんと鍵盤を弾いてくれるんです。で尾身利典君も彼はあの格闘技が好きなタイプですからね、初めてのピアノで、まあ、下手な頃は一生懸命弾いてくれました。で本当にうまく弾けるところはやっぱり弾けないんでね、尾身利典君がピアノに向かってるその後ろから同じセーターを着た僕が二人羽織って言うんだけど、手だけ出してね弾いてるシーンがあります。尾身君の顔からキャメラがスーッと振り下ろしていくと僕の手が弾いてるというね、なんだか尾身君は急に老けたぞ手がっていうふうな感じが、まあ、あったりする、そういうシーンもあって、この寂しん坊を主題曲にしてね、別れの曲を主題曲とした寂しん坊という映画が完成するんです。これはね、非常にもう思いがこもったというよりも実現に至るまでにもう何度も何度もシナリオを考えていた映画ですから、本当にコンパクトにまとめられた作品だと思うんですよね。よくあの寂しん坊はもっと長いディレクターズカットがあるんじゃないですか、随分省略されてるような気がしますけれどという人もいるんですけども、まあ、つまり長い年月の間で枝葉をそぎ落としてしまってもディレクターズカットは、僕の17歳の頃に終わっちゃってるというふうなね、そういうあの映画なんですよね。だから非常にシンプルで、普通物語というとあの起承転結というその流れがあってね、映画にはね中だるみというのがあって、どんな名作でもね中途でちょっとね中だるみをするんです。それは起承転結をやってるうちに、あのこういうふうに流れてきた物語がこれからこうなるぞっていう時にお客さんの方がちょっともう先に行っちゃうのね、それで中だるみになるんですけど、この転校生はそういう意味でこの省略が効いてるから、もうお客さんが思う前にどん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 と行っちゃうという、これ序波球という方法論なんだけども、例えばあの弘樹と橘百合子が出会ったと思ったらもう別れでしょ。普通は出会って別れの間にいろいろあるんですけどね、そういう部分がポンとなくて別れにすぐ飛んじゃうという、実はこの寂しん坊という映画はあの黒澤明さんがとても愛してくださったんだけれども、そこにも秘密があってね、黒澤さん実はショパンが大好きなんですよね。あの男性的な映画を撮る方が実はショパンのひそやかなちょっとセンチメンタルというよりもうんと純潔な、だから黒澤映画のヒロインというのは実にセックスを持たない魂の少女という、もうそういう意味では寂しん坊の少女と同じだし、ショパンが大好きだし、そして実はねその省略の仕方ね、例えば
生きるという映画で、癌にかかった初老の男が公園を作るために働いてると思ったら、中頼みしないでポーンともう死んじゃってる。あとは回想で語られていくというね、あれもそういう、まあ、序破球と言ったらいいんだろうか、起承転結を追わない映画の面白さ。多分黒澤さんはそういうところにこの親近感を持たれたんじゃないかと思うんですけど、やっぱりそれは生涯に一本と言ってもいい、僕がね、自分の人生の持ち時間をたっぷり使ってシナリオを練ったという。しかも寂しん坊を愛してくれる人の中に、あの前半のコミカルなシーンはコミカルすぎるんじゃないかというね、こともよくあるんだけど、あれも実はね、最後の切なさを醸し出すためには前半思い切ってどこまで異質のねコメディを入れることができるかっていうのが、実はこういう映画作りの古典的な手法でもあるし、一つ間違えると失敗をしちゃうという、あの演出上の冒険でもあるんですよね。でもまあ、あの大金玉などという、そのために天下の美女入江若葉さんを起用したりですね、そしてあの大木君に不思議な淡々たぬきの金玉という歌を歌わせたりという、まあそういう一つのバランスを壊すギリギリのギャグね、あるいは一徳さん先生のあのすっとんきょうなね、あるいは秋川梨沙さんのとんでもない先生大騒ぎ、そういうあのドタバタ大騒ぎと、それが嵐のように過ぎた後の寂しさ切なさが本当に砂あたりのようにこううまくいった映画じゃないだろうかというふうに思ってますね。でそのためにはね、ピアノの練習もそうだけど、最後のあの寂しん坊と弘樹との別れのシーン、あれは冬の2月ですよ、撮影がね。その中でホースで水を、消防車の水をね、雨で降らすわけです。もう枯れ木にこう溜まった水がそのまま雫にならないでつららになっちゃうというね、尾道の真冬の寒い中で、だから俳優さんたちはあの風邪ひかしちゃいけないし、次の撮影にも影響するからウェットスーツを着込んで仕事してたんだけど、尾身君と安子君が僕と京子さんのところに来てね、お願いがあります、ウェットスーツを脱がしてください、その方がちゃんとした芝居ができます、風は決して引きません、責任を持ちますと言ってね、であのシーンが撮影できたわけですよね。まあでも本当にこの撮影の間にいろんなことがあって、思いがこもってね、ここにメモがありますよ。人が人を凍るとき、人は誰でも寂しん坊になる、こんな言葉が撮影中に浮かんできた、痛ましくも輝かしい我が少年の日々に捧ぐ、痛ましくも輝かしき我が少年の日々に捧ぐ、前の夜降り出した雪が尾道には珍しく冬休みの初日を薄化粧をした、突然降ったんですよ雪がね。雪が降ったらつながらないから、そんなシーンシナリオにないから、スタッフがもう朝暗いうちに出かけていってね、で僕はまああのシナリオのチェックをして2時間ぐらい遅れていくとね、真っ暗な闇の中でスタッフがあの雪の屋根の雪下ろしをしてるんです、西岸寺のね。落っこちなきゃいいなと見てるうちにね、雪だから雪から明るくなってきたの、夜が明けてきたのね。その時、せっかく降ったこの雪を取らなきゃいけない、雪を落としちゃいけないと思ってね、それであのシーン、雪のシーンを撮影するんですよ。そしてそこにこの台本にその時思いついたね、あのナレーションを書いて、そしてあれが寂しん坊の中で一つの重要な序破球の間にスポンと入ると見事なね、カーンっていうあの木の音のようなね、そういうシーンになったんですよね。だからそういうふうに長い間に詰めてきた物語というのは、現場で思いがけない雪が降ってもあいにくの雪だとかね、困ったななんて思わないで、それを
僕の人生の中で救い取っていくことができるというのが、やはり生涯に一本の至福の映画の持ってる良さじゃないでしょうか。まあいろんな書き込みのある台本だし、この最後にこう撮影日誌がねありますよ。1984年12月20日にクランクインしてんですね。新16へ通学路、あの三叉路ですよ。そこから始まってるんだな。1月27日クランクアップ、正月を挟んで、あったかいはずの尾道に、僕の生涯に2度目の、おお、雪は生かす、生かす、せっかくの雪を大切にしよう、あの儚さはこの映画のトーンを作りうるか、なんていう、ああ撮影中のメモがあるよ。加藤君、東京から呼ぶこと、時かけのゴロちゃんの子供とここで出会う。そうそう、時かけで尾身君に扮した加藤君という子役さんと、あのフェリーのところで出会うんですよね。それを思いついて、自分に出会う時の魔法というのを思いついて、うんですね、そうやって一本の映画ができていったわけです。そしてこの寂しん坊の西岸寺で、寂しん坊が一番最初にひょんと飛び出してくる場所、あの小さな空き地にね、今は薩屋さんのお墓があります。薩屋さんにとっても、尾道の映画を愛してくれた人にとっても大切な一本の映画、寂しん坊になったんですね。19世紀のショパンの思いが今も生きて、大林映画はピアノ映画。